はい、皆さんこんにちは、X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、今日はね、この眺めのいいところでね、こうエストレア横にこう置きながらね、こうちょっと配信させてもらうと、そういう趣向で行こうさせてもらいます。若草山の山上は近いんですけど、ね、その途中でこういう眺望のいいところのスポットがありまして、そこのところにちょっと止めてね、見ていただくという、そういう趣向でございます。よろしくお伝えします。まあそうですね。人を笑わせるような力はつかなかったらあかんかなってね、この方少し思いましてね、いろいろ考えてたんです。まあ今度まだ聞かれるけど、いっぺんその練習でね、ちょっとやってみよう思うんですけどね。小夢太夫さんっていてるじゃないですか。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃんって、ちゃんちゃかちゃん、小夢太夫と申しますって言ってね、ちくしょうってやつね、あれ。3つほど考えたんでね、ちょっとね、笑ってやってみてほしいですね。鉄オタの方の、あれだから、その絡みでね、こう、ネタ考えたんですけどね。はい。ちゃんちゃかちゃ、やりますよ。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。電車に来たから飛び乗ったら、ノンストップで名古屋まで行ってしまいました。ちくしょうって。面白くない X よし言ったら面白くないよな。もう一つね。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。校舎ホームに立って見ていたら、知らないおばあちゃんがドアをノックしてました。アンさん、開けとくなはれ。ガン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 って言って。これ、文鎮さんのネタやったかな。ありましたね。そんなんとかね。それからもう一つはね、ちゃんちゃかんちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。大阪環状線に乗って寝てたら、いつの間にかまた元の駅に戻ってました。はあ、これは山手線もそうですね。はい。それってね、そう、これはね、小田急線乗ってる人しか知らないかわかんないから、行きましょうか。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。小田急の急行に乗って行って江ノ島に行こうとしたら、いつの間にか箱根湯本に着いてました。切り離しをするんですよ。前に乗らなかったら、前に乗っちゃったら、箱根の方に小田原の行っちゃう。後ろの方は江ノ島の方なんです。だからそれ、江ノ島に乗ろうと思って後ろの方に。今はどうなんかな、直通になってるんかな、わかりませんけどね。相模大津でこう切り離しを作業するかわからないですね。そんなのあったりしてね。もう一つありますね。京浜急行ね。京浜急行。皆さん、関東勢早いでしょ、あれね。ね、京浜急行。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃちゃんちゃちゃん。京浜急行が走っていったら、釣られて物干しのパンツも走っていきました。早っ、畜生ってやつですね。京急早いですからね。ブワーって言って、軒下のところのとこブワーって言ったらね、前見たことで、横のこの味噌汁の匂いがするとか、それからバーッと走っていったらね、物干しの竿が、洗濯物がパラパーって揺れるいうのはね、それは知ってるんですよ。どこの辺かな、蒲田かあの辺走っていった時に、100キロ以上のスピードでブワーッと横のところに走っていくんでしょ。今はもっと速いよね。だからそれが言うとね、きっとね、住んである人、物干しさんをやってたら、ピラ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 ってなって、中にパンツとかそういうのバーッて飛んでいっちゃうかわからない。そうですね、いや勝手に自分だけ笑ってたら笑っちゃうね。今度また誰かにね、一緒に、コラボやってもらおうって、ね、思いますけどね。はい、まあそういうことで、まだしょうもない話もいろいろいたしましたけども、また引き続き、X よし、バイクチャンネルよろしく今年もお付き合いいただけたらありがたいです。ありがとうございました。